2020年にネットフリックスで公開されたアニメ攻殻機動隊 SAC-2045。 2002年から続く攻殻機動隊テレビアニメシリーズの続編であり、初のフル 3DCG アニメーションです。今回プライムアンスタジオでは攻殻機動隊シリーズの象徴である少佐こと主人公草薙元子と SAC シリーズの大人気キャラクター立ちこまを立体化しました。記念すべきプライムアンスタジオ初の攻殻機動隊ラインナップです。それでは早速造形をご覧いただきましょう。このスタチューは SAC-2045 のキャラクターデザインを務める入谷くぶしのぶ氏の手掛けたメインビジュアルをモチーフに立体化されています。入谷氏の描く 2D と 3D が見事に融合したスタイリッシュで美しい少佐の姿、その魅力がプライムアンスタジオの技術によって細やかな造形へと落とし込まれています。顔や髪型の正確な再現はもちろん、ジャケットやインナースーツなどの服の質感は非常にリアルで、繊維ごとの違いが見て取れるほどに緻密です。劇中で身につけていたポーチやホルスターをはじめ、歴代シリーズでもおなじみのうなじにある有線接続用の端子も再現されています。堂々とした表情とポーズも相まって、少佐らしい迫力のあるスタチューに仕上がっていますね。では次に立ちこまの造形を見てみましょう。その愛らしさとコミカルな性格で SAC シリーズの人気を牽引していると言っても過言ではないキャラクターです。マニピュレーターを両手のように上げて挨拶をしているかのような仕草もとても可愛らしいですね。また多脚戦車という名前の通り、戦術兵器としての重厚な質感のある塗装や輪郭もぜひご注目いただきたいポイントです。立ちこまの無邪気な一面と戦闘に臨む凛々しい一面、両方の魅力が詰め込まれた外観です。戦闘の余波で車道のコンクリートが荒々しく割れており、電脳世界をイメージしたエフェクトに加え、正面中央には本シリーズで刷新された公安9課のマークと SAC-2045 の文字がディスプレイされています。また本スタチューには差し替えパーツが付属したバージョンもご用意しております。まずはこちら、簡易式ダイブギアを装着した少佐の頭部差し替えパーツ。劇中では索敵やブリーフィングの際に装着していたアイテムで、作戦遂行中の緊張感が演出できます。次に劇中でも使用していた自動式拳銃を握った左腕の差し替えパーツ。拳銃は重火器特有の冷たい金属質のフレームが再現されており、一味違った新しいポージングをお楽しみいただけます。また立ちこまのマニピュレーターにも差し替えパーツが付属。愛らしいポーズから一転、マニピュレーターに内蔵されたチェーンガンを正面に向けたポーズになり、少佐の差し替えパーツと合わせることで臨戦態勢を取る演出が可能です。プライムワンスタジオが送るプレミアムマスターライン攻殻機動隊 SAC-2045 草薙元子 with 立ちこまスタチュー、原作の可憐でスタイリッシュなデザインを忠実に再現し、細部の造形にまでしっかりとこだわったファン必見のアイテムとなっております。皆様のコレクションにお加えいただきたいアイテムです。